はい、こんにちは、ギャグバスの小林です。今回もすごいの来てます。はい、ということでこちらの車両は CS72 っていう車両になるみたいです。僕もね、ごめんなさい、詳しくは正直存じ上げません、っていうところにはなるんですけども、今まであればなんですけど、インターネットを駆使してですね、いろいろ調べさせていただきました。そこでですね、まあ行き着いた先がですね CS72 という車両になる。はい、要はね、当時なんですけども1960年頃まで、C71 とか CS71 とかっていうのがあったようなんですよ。でそれ以降ですね、で結果、これね、年式的にはなんですけど1960年の車両になりまして、多分ねその1960何年とかのその当初の方だけ多分あったモデルだと思います。数少ない、僕正直ね初めて見ました、これ。本当に。要はなんですけど、C72 っていうのは、まあご存知かなと思うんですけど、C72 は結構見てたんですよ、今まで。まあ、もちろん取り扱ったことも多数ありましたし、ね、バラしたこととか、売ったこととかももちろんありましたけども、まあそれで言うと72系で言ったらなんですけども、もう C72 があって、CL72 があって、CB72 があると。で CB72 は結構こう、まあ、人気がよくあるモデルだよねみたいな感じに思ってたんですけども、CS72 って、そんなバイクあったんだっていう感じなんですよね。っていうのが、まあ、その特殊区な CS72、要はね、フレーム番号的な C72 って書いてあったんですよ。 C72 って書いてあるんですけどのね、リペイントされた跡もないですしね、もともとこの色だと思います。でなおかつですね、このマフラーアップタイプマフラーでダブルシートをですね、C72 だけだったらですね、もちろんね、もう基本こうソロシートがあって、まあタンデムのシートが別売りであったんですよね。で、アンダーパイプのマフラーやアンダーマフラーこういうような、仕様だったんですけども、だからアップタイプはそれだけで言うと CL72がアップタイプだったっていうところに、僕の中で位置づけが勝手にあったんですけど、ただ実はこんなんがあったんだね。まあ要は多分おそらく僕の考え方的に、CL72 が出る前にあったモデル、まあ要はこれでちょっとね、まあ要は1960年、初頭だとですね、要はそのまあアクロの道しかほとんどなかったっていう話を聞いたことあります。もうその当時だと、大きな国道とかだと、アスファルトが引かれてあったけども、ただ、国道を抜け、ちょっと横それてしまったら、基本、あぜ道、砂利道だよっていうところがあったので、要はね、当時はね、このアップタイプマフラーっていうのが需要があったらしいです。だから、その感じでですね、このモデルがあったんだなと思いますんで、ね、だからね、まあ、それで言うと、かっこいいですね。まあ僕で言うたらなんですけど、僕は勝手な話、もう C72 よりも CS72 かっこいいやんっていうような感じなんですよ。こんな車両をね、販売車両になりまして、ね、現状販売なんですけども、させていただいておりますので、こちらの車両がいいな、かっこいいなと思った方は、ぜひ、ご購入いただければなと思います。ヤフーオークションにて販売中になっておりますので、ね、お付き合いしていただければなと思いますので、よろしくお願いします。ね、販売、になりますんでね、ちょっと説明、長々なりますし、エンジン、もちろんかかるんですけども、エンジンかかったところも見ていただこうと思います。長々なりますと、お付き合いください。よろしくお願いいたします。ということで、ハンドマリから説明していこうかなと思います。はい、いかがでしょうか。ね、基本的に右のオブレーキレバーに曲がってて、先っぽ折れてるかなと思いますんで、あらかじめご理解ください。よろしくお願いいたします。はい、ね、おそらくなんですけども基本綺麗なんですよ。多分リペイントしてないんじゃないかなと思います。なんとも言えないんですけどね、この点はあらかじめご理解いただきたいなと思います。はい、で走行距離が3365キロというような感じになってるかなと思います。はい、で、そしてね、まあ、若干ね、錆びた具合とかもね、もちろんありますんでね、その点はあらかじめご了承ください。まあ、ご了承、ご理解ください。いや、何年前のバイクやねんって話なんでね、もうこれも60年前のバイクになっておりますんでね、多少のね、やれと、多少じゃないよ、やれてるところはございます。ただ、これからレストアするにはうってつけだとも思いますんでね、ね、その点はもう、
もう本当にもうすごくもうお得なポイントかなと思います。お得ポイントじゃないですかね。はい、ね、錆びたところももちろんございますんでね、はい、その点は、動画を見てね、もちろん、ね、ご理解、していただければなと思います。かっこよくないですかこれ。僕めっちゃかっこいいなと個人的に思ってます。はい、そして、タンクなんですけども、基本的にはやれてる部分とかありますんでね、錆び具合もありますんでね、その点はご理解ください。で、ホンダの、ね、これ純正なんかなと思うんですけどね、キャップですよね。ホンダって書いてある、これ貼り付けてんかな、わかんないですけどね。はい、で、そしてタンクの中身なんですけど、基本的にね綺麗です。はい、あのね、めちゃめちゃ大きなサビっていうのはね、ないのかなとは思うんですけども、軽いサビですね。はい、ちょっとね、すいませんけどもね、ちょっと見にくいかもしれないんですけども、ただね、そのまま、ガソリン、そのままエンジンかかりますからね、ガソリンコックも現状使えてますからね、すごいなと思います。はい、そして、エンジン周りになるんですけども、多分ねこちらもともとね、セルモーターつけられていたのかもしれないですけど、多分あると思うんですけどね、ただ蓋されてますね。はい、そのままモデルな感じです。で、すいません、これもね後でね、もちろん、説明していかないといけないところなんですけど、エンジンなんですけど、多分ねおそらくエンジン変わっております。エンジン、エンジン形が CL7 になっておりますので、その点はあらかじめご了承していただきたいなと思います。説明文にも書いております。はい、そしてですね、ね、マフラー具合なんですけども、ただねマフラーもね基本的に、ね、こう右に、まあ、レバー折れてるっていうのはありますけども、ガリ傷等はありませんでしたね。基本的な作業はありますけどもね、あれじゃないですか、コンディション良くないですかねこれは。はい、でダブルシートです。もうこのシートがね、なんかいかんせんこう渋いやんって思わせるのは僕だけでしょうかね。ほんまにかっこいいと思いますよ。でこんなん今時乗ってたらほんま単純におしゃれっすよね。ね、え、何あれって絶対みんながみんな振り向くね。それで言うとね、これに憧れた方の世代で言うとですね、かなり目上になるとは思いますけどもね、本当今逆にこう若者が乗っていれば、若者って言ってもその40代でも30代も乗っていればですね、お、渋いやっていうのはあるかなと思います。はい、まあ、説明させていただきたいなと思うんですけども、注意点、1点あります。左側のサイドカバーですね、こちらのサイドカバーなんですけど、こちら欠品しておりますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ただね、まあ、現状ではあるんですけども、ね、塗装の具合とかもそんなやれてる感じもないでしょう。そんな穴開いてるぐらい錆びがひどいとか、そういったところもないと思いますんで。あ、でそれで言うとね、こちらですね、タンクカバーのこちらのポイントがですね、ちょっと錆びがひどくて穴開いてるポイントあります。すいません。はい、ただでもその外装的なところで言うとそんなにないのかなと思います。はい、いかがでしょうかね。基本的には綺麗でしょう。コンディションとしてはもうバッチリじゃないでしょうかね。もうすごくね、ポイントごっついな、もうこれからレストランするに関して本当にうってつけ、まあ、セミレストランもいいと思いますけど、ガッツリレストランもいいと思います。もうベースとしてはもうバッチリな車両になっていると思いますので ね本当にご購入、ね、ご検討ください。よろしくお願いします。その次ですね、エンジン、かけたいなと思うんですけども、バッテリー仮付けさせていただきまして、エンジン始動させたいなと思いますので、ちょっとつけたいなと思います。エンジンかけたいなと思います。
いという感じのコンディションになっております。はい、エンジンの調子もほんまにいいです。目立つような白煙とかも吹いてません。若干吹いてるような、感じはあります。ただね、もうシビアなこと言ったのが話なんですけど、モッキルカスってこれなんでね、あの調子はいいんじゃないかなと思いますし、ね、エンジンからむっちゃ気になるような気温になってません。はい、もう聞いていただければ分かるんですけど、ガチャガチャ言ってませんからなしでね、ほんまにね。でね、基本的に、ね、アイドリングも安定しておりまして、で吹き上がりも基本的にバッチリじゃないでしょうか。で、それで透過類がですね、ブレーキランプ光りっぱなしで、フロントのウィンカー左側がつかない、ポジションギアもつかなくて、フォームもなりません。ヘッドライトは、基本的に、灰色としております。ね、そんな感じでですね、動作確認もさせていただきまして、で、基本的に、もちろん見ていただければ分かるんですけども、ギアも全て入りました、ね。クラッチも切れております。はい、ブレーキかけて、止めて、ギア入れてとか、いろいろ試させてもらってます。まあ、ご覧になっていただければなと思うんですけども、基本的にね、まあ、乗れる仕様だと思うんですけども、まあ、バッテリーがね、いかんせん、ちょっとね、良好なものが、手頃なものがちょっとなくて、試乗動画っていうのが撮れないっていうだけなんですけども、はい、基本的には大丈夫だと思いますのでね、ご安心いただければなと思います。本当にね、コンディションバッチリじゃないですか。ね、なんか気になるとこありますかみたいな。まあ、逆にむしろそのね、これレストアベース車の販売なんですよ、これって実際ね、っていうのがあるんで、これからレストアするんやったらうってつけっしょみたいな、セミレストアでもいけるんじゃないですかぐらいのレベルだと思いますんでね、本当に、上質な出物の車両だと思いますね。こんな CS72 ってないと思います。本当に CS72 自身がレアだと思いますんでね、これ探した、こんなんがいいな、こんなん探した、いや、いいなみたいな、もう C72 よりも CS72 の方が僕的にかっこいいですからね。タンクの具合、アップマフラーの具合、ね、シートの具合、マジかっこいいですから、もし気になる方はね、C72 と C72 ちょっと見比べてみてもらってもいいんじゃないでしょうかね。 Google などで検索していただければね、見比べていただくことできるんですけども、こっちの方がやっぱね、スポーティーだと思います。ということでですね、今回ですね、 CS72 をですねご紹介させていただきました。これが欲しいと思う方はぜひご購入ください。よろしくお願いします。ということで、今回もありがとうございました。